はい、いつもご利用誠にありがとうございます。はい、今回はですね、はい、こちらチョゴリですね。はい、チョゴリを取り入れております。はい、韓国の、民族衣装になりますね。はい、よくチマチョゴリっていう風に一口にねされがちなんですけれども、上半身の方ですね、ちょうどあの着物でいうと、二分式になってると思うんですけれども、この上半身の方がチョゴリ、下半身の方が、チマというのかな、チマチョゴリですからね。はい、まあ、あまり詳しくないんでね、間違ってたらちょっと申し訳ないんですけれども、まあそのように、お聞きしております。はい、そうですね、はい、こちらもね古い変色したシミですね。はい、このようにねもうお品全体に、すごいですね、この辺も及んでいる状態ですね。はい、かなり年数も経っているような感じがします。はい、それでは進めていきますけれども、はい、ちょっとね困ったことは、素材がちょっとわからないんでね、まあ、おそらく絹だとは思うんですけれども、もしかしたら違う可能性もありますので、ちょっとね、本当はね、事前にこう試せるといいんですけれども、着物ですとね、こういったところに、余分な、ね、布があって、耐久テストとかできるんですけれども、これちょっとないんでね、はい、まあ万が一、何か不具合があっても、このちょうど、まあ、重なっている部分ですね、はい、こちらでしたらまた縫い直すこともできますのでね、こちらでまず、耐久テストをしていきたいと思います。はい、まあ絹でしたらまあ問題ないんですけれどね、化学繊維の場合ちょっとね処理できないケースもありますので、まあ、なんとかいけそうですね。まあ、若干やはり擦れが出る感じですかね。
パーとかいそうですけれども、ちょっと台数が特定しにくいな。若干やはり擦れますね、うん、はい。まあ、ただそうですね、まあ、この濃い状態がここまではなりますが、はい、まあ、そのような形になりますね。はい、また後ほどですね、はい、除去させていただいた後にご購入させていただきたいと思います。はい、ご利用ありがとうございます。はい、調理の染み抜き完了しております。はい、そうですね、お品の至るところに、古くね、変色したシミですね、はい、付着がございましたが、はい、全て処理させていただきました。はい、まあ、今これ遠目から、やや遠目から見ていただいている状態ですけれどもね、はい、綺麗になっております。綺麗になっているんですけれどもね、はい、厳密な意味ではやはりね、かなりね、きつい、ね、変色でしたのでね、やはり若干、残る結果となってしまいました。はい、シルク素材でね、すごくねデリケートなお品ですのでね、はい、あまり無理をするとね生地表面がねものすごく擦れやすい、そのような素材でした。はい、ですので生地を傷めない範囲でですね、はい、できる限り除去させていただく、そのような状態になっております。はい、ちょっと近づけてみますけれどもね、はい、厳密に言いますとやはり若干残る形になりますね。はい、やはりねシミのきつい部分はね若干生地にね、擦れも出てますのでね、まあ、こちらもちょっと仕方ないですね。はい、もうシミを抜く代償ということでねご理解いただければと思いますけれどもね。はい、もうそうですね、これ今だいたいそうですね、40、50センチ離して、撮影していますけれどもね、もうこのぐらい離れてしまえば本当にね、凝視しなければね気がつかない、そのようなレベルまでは、綺麗にさせていただいております。はい、お袖の方にもございましたね。はい、この辺り大きなシミがありましたけれどもね、はい、そうですね、まあ、若干違和感残りますけれどもね、はい、当初の状態に比べればねはるかに改善しているのではないかと思います。はい、こちら側の袖の方がね結構出てましたかね、シミの方が。はい、着物に比べるとね本当にこう擦れやすい、ね、素材でしたね、そうですね、これまあ地柄もあるんでね、はい、そうですね、どのようなあれになるのかな、まあ、着物で類似するようなものでいうと、まあ、になるんですかねこれ、まあ、ビンズとかそういった感じになるのかとは思いますけれども、はい、まあ、ちょっと独特なね、まあ、そうですね、生地ではないかと思います。まあ、あまりね事例自体が少ないのでね、あまり触る機会もないのでね、はい、そうですね、はい、これを機会にね、まあ、こちらとしてもねいい勉強させていただいております。はい、あとこのそうですね、お客様この襟の部分ですね、はい、こちらのここにあるシミですね、はい、こちらのシミも非常に気にしておられたんですけれどもね、はい、こちらはね、ちょっとね、処理をしておりません。はい、というのもね、この柄の部分ですね、はい、こちらの特に濃紺のこの部分、こちらからね色が非常に流れ出しやすい、はい、そのような状態になっております。はい、極端な端ね、水で濡れただけでねもう色が滲んでくる、そのくらい、染色がね、はい、ちょっと弱い状態になりますのでね、はい、これまあ、一体になっていますのでね、はい、まあ、取り外しすることもできるんですけどもね、はい、ちょっとまあこれ縫製するのもねまたちょっと特殊な縫製方法だったらちょっと困りますのでね、まあ、あえて染みを除去せずにね残してある状態です。まあ、着物で、そうですね、長襦袢なんかでいうところのね半襟に当たるような、役割になるかと思うんでね、はい、取り替えていただく方がいいんじゃないかと思いますね。はい、おそらくこれ取り替え効くものじゃないかな。はい、まあ、このような形ですね。はい、全体の印象です。はい、まあ、綺麗にさせていただくことができてよかったです。
はい、ご利用ありがとうございます。